ロッテ浦和球場は埼玉県埼玉市南区にある野球場で、聖火メーカーロッテ浦和工場の敷地内にある。プロ野球、千葉ロッテマリーンズが二軍の本拠地として使用しており、同球団が運営管理を行っている。ロッテはかつて二軍が自前のグラウンドを持っておらず、1988年まで東京都大梅市の大梅スタジアムを曲がりして二軍の練習や、 イースタンリーグ公式戦を開催していた。しかし、前の一軍本拠地だった川崎球場や埼玉県、狭山市のロッテ狭山工場内にあった合宿所からは遠く、著しく不便を被っていた。このため、ロッテは浦和市の同社浦和工場の敷地を球団のファーム育成施設として整備することを決定。1989年に、 浦和球場と室内練習場を完成させた。さらに1998年1月には、球場の南方に合宿所、千葉ロッテマリーンズ寮が新築されている。室内練習場外観本球場では選手らが、練習する姿が間近で見ることができ、イースタンリーグ公式戦も開催される。本球場は三塁側がホームで、一塁側がビジターとなっている。観覧設備は、 内野の一塁及び三塁側のドモリスタンドにベンチが置かれているだけの状態であったが2011年11月から2012年2月に設備の改修が行われた。ドモリにベンチの観客席は階段状になったコンクリートの上にセパレートタイプの椅子が取り付けられたが観客収容能力は以前と大きく変わらず200から300人程度である。 グラウンドが見られる場所はこの内野スタンドのみで、外野側には観客がグラウンドを見られる立ち入り可能な場所はない。回収前は観客立ち入り自由な通路が三塁、側ブルペン横にあったため、目と鼻の先の距離でプロのピッチングを見ることができたが、回収後は三塁、側ブルペン横の通路は選手関係者のみの通路となり、ブルペンは球場外の道路沿いの植え込みと、 フェンス越しにしか見ることはできなくなっている。また、以前のブルペンにはなかったが、改修後は、投手側と保守側それぞれの上部に屋根が取り付けられた。改修後は、選手と観客の動線が分けられた構造になり、球場入場ゲート、トイレや通路も選手関係者用と一般観客用とで別になった。イースタンリーグの公式戦は、 同じ埼玉市の埼玉市 A 浦和球場でも開催されるため、公式戦のスケジュールでは、ロッテ浦和の略称で案内される。球場入り口、改修後はこのゲートは選手関係者専用となり、一般観客は通ることはできない、常設の売店などは存在せず自動販売機のみ。ありがとうございます。